どうも、福井県すみます芸人の飯召し上がれこにゃです。皆さん飯召し上がってますかというわけでございまして。さあ、今日僕がですね、えー、お伝えする福井県の特産品なんですけども、福井県の鯖江市の川田町という地区に、あの、300年以上、えー、伝統を続いている薬味を今日紹介したいと思います。こちらが、こちらでございます。ね、山うにという薬味でございます。まあ こちら、山海の名前の由来は、ちょっとニに似てるってことだからね、山海となってるんですけども、こちらですね、ゆず、赤南蛮、そして塩、鷹の爪が材料使われておりまして、こちらですね、本当に福井サバエの郷土伝統薬味なんですよね。で、こちらの使った料理がですね、ホヤッテさんというところにですね、山にラーメンやったり、あと、たこ焼きに、 その山鬼をトッピングして召し上がったりとか、それがすごい美味しいんですよ。で、僕もあの、この間ちょっと行ってきまして、そして、他になんか合うものありますかと聞いたところ、卵かけご飯に乗せて食べると、またすごい美味しくなるっていうわけで、早速ちょっと今から試してみたいと思います。はい、というわけでこちらご飯と、卵ですね。そして、この山鬼がこちらですね、見えますかね。えー こちらをですね、えー、まずは、まあ、卵ねかき混ぜて,て山盛りもねこれ,これのせて一緒にこれぐらい結構こピリ辛なんでそうなんですねかき混ぜてあいい香りするよでもやっぱりいただきます。 え、何これうんうまっごめん南蛮のピリ辛具合と卵を絡めた時にめちゃくちゃなんか醤油かけてるのと全然違うんですけどあこれは美味しいちょっとね うんもっと太いのかも卵焼きにもいけるってことはこれ卵焼きとかにもいけるよねだし巻きとかにさやばあうわーこのピリ辛具合めっちゃくちゃご飯に直したものにも合う ああ完食でーすいや、新感覚のね、卵かけご飯を食べた気分です。えー、こちらの山にぜひネットでも販売しますんで、皆さん、えー、ぜひこちら、鯖江市の川田町のね、伝統薬味、ぜひ召し上がってみてください。今日はこれでおしまいです。ごちそうさまでしたバイバイ そして、YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Facebook、Instagram フォローよろしくお願いいたします。